小野沢さん、お疲れ様です。いや、こうやってね、やり取りさせてもらうとすごく面白いなと思ってね、小野沢さんがアップロードする動画、非常に楽しみに今はしております。吉谷さんとのやり取りももう何年も続いていて、今のシリーズもね、もう何千も三千数百本ということになりますけども、こういうふうにね、インターネットビジネスの世界に入ってサラリーマンっていうのがすごく懐かしいなと思うような時期なんですけども、今思えばね、サラリーマン暮らしも悪くなかったかなと思います。で、ネットビジネスの世界に入って、本当にね、なんかガリガリと作業をいっぱいするのかなとかね、それから早めに作業終わって、それこそタワーマンションの最上階でワインを食い出す暮らしかなと思ったら、別にそうではなくて、私が求めていたのは、時間とお金の自由をそこそこ手にした時に求めていたのは、私が幼い頃にね、思い描いた40代50代のステレオタイプのやっぱりね、日本のお父さんみたいなところだったですね。だからこれが私の素直な姿なんですよ。ただし毎日拘束されたりとかね、それからまあ業務に服するために仕方なく何かね、しなければならないことがあったりとかではなくて、ちなみに今ね、深夜3時なんですけども、先ほどちょっと起きてですね、これから私が朝6時ぐらいまでに、まあ、私の時間というかね、自由な時間を過ごさせてもらいます。で、夜が明けて家族が起きても別に自由な時間をそれで過ごす、始まるんですよ。で、私は自分の家族と共に過ごすことも私の人生の中の大きな喜びであったしね、それからなんかあれなんですよね、子供も好きなんですけども、基本的には女性が好きなんですよね。女性のために尽くすことが好きだったり、女性を喜ばせることが好きで、まあ、いろんな方にやっていたのを今はたった一人のためにやってるというところでね、なんかすごく自分らしいっていうかね、自分の居場所があるなっていう気がしています。よく結婚は人生の不良再建だというふうなことを言われたりとか、結婚はね、人生の墓場だと言われますけども、まあ、そういう側面もあると思いますけども、私にはまあ当たらなかったかなと。私は結婚することによって、家族を持つことによって、より充実した人生がそこにあったかなと思いましてね。で、代わりに手放したのが、もしかしたら、まあ、ビジネスだったという側面もあるかもしれません。私はちょっとビジネスがね、思いっきりやっていた2013年から2016年の時代よりはちょっとトーンダウンして、どちらかというと、まあ、お金が生まれるべき投資の方にちょっと移ってきたかなと思いますね。まあ、FX もおかげさんで得意になりましたんで、今本当にね、毎日トレードするんですけども、よくね、相場が見えるんですよね。もちろん勝つ時ばっかりではないんですけども、負ける時もありますけども、でもおおよそこの FX さえあればなんとかなるっていうところもありますし、かといって FX 一歩に依存せずにちゃんとビジネスをする時はしますしね。それからなんといっても、その YouTube というものに私はすごくお世話になってるなと思いました。で、自由に発信してますんでね、それこそ再生数を狙うためのものっていうのもほとんどなくって、たまにブレイクするんですけども、本当に自分の独り言を喋ってるみたいな感じでね、何人の人に届くのか分かりませんけども、その中でもこのペルソナですよね。小野沢さんに向けて動画を撮るんだとかね、花屋龍馬さんに向けて撮るんだとかね、それから私の塾生さんに向けて撮るんだと、吉谷さんに向けて撮るんだみたいな、いろんなこの人の一人のために撮るんだっていう動画は非常に楽しい私の生活に入ってますね。まあ、ですからこうやって深夜に撮るんですよ。深夜に動画を撮るメリットっていうのは、とにかく周りが静かで、外が暗いんで、この室内の、ね、光がものすごく入るんですよね。で、サラリーマンだったら、私の場合は3時だったらね、もう一眠りして4時とか5時に起きて、それから活動開始って感じですかね。それも悪くはなかったんですけどね。まあ、今日はそのことについてもお話ししようかと思います。まあ、私が今考えているのは、その年齢に応じた人格とかね、人望とか人徳ってものがあるんだな、必要なんだなってところです。まあ、私の奥さんちょっとね、若いんで17ぐらい離れてるんですけども、やっぱり私もそうですし、多くの方そうですけども、17歳上の人物を見るときにどういうふうに見るかってことなんですよ。やっぱりこう対等な場面もありますし、17年間のアドバンテージがある、だからこのぐらいできて当然でしょって思うところもあると思うんですよね。で、お金のことに関しては、でも私の場合はですね、完全に私が主導権を握っていて、かといって奥さんから何かね、経済的な支援を家庭に対して要求することもなく、どちらかというと、まあ、奥さんにも未だになんかね、貢いでるっていうかね、言い方悪いんですけども、
尽くさせてもらってる状態ですね。それが結構心地よくって、まあ、車を買ってあげたりね、あの四季折々の可愛らしい洋服を、まあ、買ってあげたりとかね。やっぱ私服買う時も自分のスーツがやっぱりね10万とか20万みたいなものばっかり買ってたんで、その10万円で女の子の服を買おうと思うとかなり買えるんですよね。そういう感じでもうほんとクローゼットいっぱいになっちゃったりとかね、で毎日可愛らしい服を選んでもらったりとか、そういうのを見るのが好きですね。で最近はね、大和くんにもいろんなものミニカーをたくさん買ってあげるんですけども、なんかやっぱ面白いですね。こうやって誰かのために何かができるっていうのは、そのために時間やお金っていうのはやっぱり必要だったんで、そのプロセスとして私はビジネスをやったってところはあるかなと思いますけども、到達点はあのビジネスで広げた、まあ、人脈とかね、それからお金を稼ぐスキルっていうのをぐーっと今すごく絞りに絞ってですね、大切な人一人一人にこうお金も時間も使うって感じですかね。まあ、熟成さんもね、一人一人取り上げてクローズアップして売り込んでいくってことを継続してやらせてもらってますんで、最近はこの半年はね、生活保護の方をどう稼がすかってことをずっとなんか狙ってやったわけじゃないですけど、偶然なっちゃって、結構ね、生活保護の方が生活保護の支給額以上に稼げるようになっている例がどんどん出てきてですね、やっぱりビジネスって誰でもできるなと思うんですよ。ただコンサルをする人がその人に向いていないビジネスをガンガン進めてマインドセットだってやるからおかしなことになると思うんで、なるべくこの人には何があの楽しみながら稼いでいくようなものが見つけれるかなっていうところを、その人の暮らしと人をよく知ることによって見つけていかないとなっていうのが、今私のねビジネスとしての一番の山場が来ているところかなと思います。まあ、ですんでね、何をやってもダメでしたとかいうねキャッチコピーでネットビジネスを進める例がありましたけども、私の場合は何もやってこなかったんですけど大丈夫でしょうかっていうね、最近で言ったらね、40年以上もう社会と関わらなかった、いわゆる引きこもり状態で稼いだこともないと、そういった方、73歳ですよ、この方がね73歳で3ヶ月で、まあ、月収10万円前後自ら稼げるようになってね、で今月はもうちょっと行くと思いますけども、だからその人がね生き生きとしていく姿、まさにねビジネスでお金を稼いでいくと多くの人にお客さんに頼られて求められていくと、なんか本当に10歳ぐらいとかね20歳ってあっという間に若返るんだなっていうのね見てますね。そういう風な人の変化がすごく楽しいです。これがやっぱり年齢に応じた私のね、なんか人格であり人徳であるんではなかろうかなと模索しながらなんですけども、もうすぐ私も50歳、やっぱりね50代の壁っていうのが私の前に、ね、そびえ立ってるわけですよ。人生100年と言いますけども、実際100年っていうのはまだまだ先でですね、やっぱり50代よく頑張って60代でまあもう最後の一花を咲かせなければ本当は難しいんだろうなと思います。でのんびりと軟着陸して人生の最後の10年20年はなんかねしこぎり働かなくても、その若い頃の余波でねなんとなく人生を調整していきたいっていうところもありますしね、でそのために必要なのはやっぱりこれからね50歳過ぎたら健康なんだろうなと思います。今まで以上に健康を構築しなければならないと。60歳の健康があるとしたら、それは50歳から10年かけて作っていくと、そして61歳の健康は51歳から10年かけて作っていくぐらいじゃないと間に合わないんだろうなと思ってます。そしてその健康の上に成り立つのがファミリーですよね、家族ですよね。で家族ってのも一人の家族っていうのもあると思うんですよ、でもその一人の家族ですら生活習慣とかね、さまざまなお金のやり取りとかっていうのはすぐにはできませんから、やっぱりこれもね20年30年かけて構築していくんだろうなと思います。当然その10年20年30年の間にはいろんなね方向転換があると思いますし、臨機応変っていうのもあったりとかね、挫折から復活するための自己修復術っていうのも必要でしょうしね、さまざまな要素が必要なんだろうなと。それができるたびにやっぱりこう人徳、人が得るものとして人徳になっていって、得たものを多くの人にまた還元するってこともできてね、呼吸のようにいただいて返す、いただけていて返すみたいなことがいけるのかなと思います。それで健康とファミリーを支えてくれるのはやっぱりお金であったりね、お金を構築するのはビジネスであったり、投資だったりするのかなと思いますけどね。で私は50代になってやらなければならないなっていうのは継承なんですよね。後継者に何を残すかってことをやっていかなくてはならない。今までは熟成さんを家族と見立てて熟成さんにいろんな継承をしていきましたけども、これからはですね私の血を引く家族
まあ、主には大和くんっていう子供に対して自分の持てるね能力とか人生とか価値観とか、それから自由っていうものをね相続できるかなというふうな挑戦になってきます。そうするとちょうど私が50代と60代の20年間を使って大和くんを20歳に育て上げるまでにしっかりと見ていけると思うんですよね。でその途中ではねやっぱりこう取っ組み合いの喧嘩もあると思いますし、親父をね無視するような瞬間も出てくるだろうなと思いますけども、今から覚悟してね自分の精神力を鍛えながら、やっぱりね昭和魂で私の場合は立ち向かっていきつつ令和の新しい風も、許していかないといけないかなっていうところがありますね。まあこの辺は、まあ自分自身がどんな10代や20代を過ごしてきたかなってことを考えたら、まあ一筋縄ではいかないかなと思いますね。手加減してくれればいいなと思いながら今ね愛情たっぷり注いでいるところでございます。でカメラの転売の話になりますけども、あの工夫ですよね。工夫の源っていうのはやっぱり私は米沢さんのカメラ工夫ができるんだっていうところにあって、これはね多分たくさん の, あの経験とか作業をするからこそ工夫っていうの生まれると思うんですよ。作業 A、作業 B、作業 C、作業 D っていうふうに作業がまあ何百個もあるわけですけども、じゃあこの作業 A と作業 B を組み合わせたらどんな作業 A' が生まれるかなとかね、作業 AB が生まれるかなっていうのと、 A っていう作業と C っていう作業を組み合わせることによって全く別物の α っていうのが生まれたりすると、それがねすごく面白くって、ただし何でも組み合わせればいいものができるわけじゃなくって、多分ね100個ぐらい組み合わせる中で使えるのはたった1個みたいな感じなんじゃないかなと思うんですよ。でそうなると私の中には会場っていう言葉がね数学で覚えましたけども、びっくりマークっていうね会場っていう公式が浮かんできて、あ数学も決して悪くなかったなと、この思考の組み立てっていうのは過去に何を学習してきたかなっていうのを今こそ組み合わせる時だなっていうふうに考えているんですよね。それを私で言うと展開って呼ぶんですよ。一つの物事、例えば数学の公式一つを捉えたらそれを展開していって別物に作り変えていくっていうね、私の頭の中ではねこう0ってものがあって、0を展開するとマイナス1とプラス1になるわけですよ。それ足したら0になるじゃないですか。ということを考えた時にもっと複雑に展開することもできて、 A プラス B っていうのとマイナス A マイナス B っていうのが同時に存在して展開していくと、そうするとこっちは A プラス B、 こっちはマイナス A マイナス B っていうのがあったりとかしてね、でどっちを使おうかなっていうふうな感じだったりするわけですよ。まあこれをどん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 ね、いつもいつもいろんなことで考えていくのがすごく面白いなと思ったりするわけなんですけどね、最近言ったらね、その小山田圭吾さんとかオリンピックに関わる方がどんどんね退場されていってますよね、過去の不祥事で。でそれも私はこういうふうに思うんですよ。過去にやったことがもしマイナスだったら今やってることのプラスで相殺することができますけども、ただ今やってることのプラスっていうのがなかなかね過去のマイナスには追いつけないんですよ。というのが過去のマイナスにはものすごく利息がついていくっていうことを考えてるんですよね。で過去のプラスにも利息がついていくんで、過去にものすごく栄光あることをやった人がいるとしたらね、それが今でも使えていく、つまりその利息で食べていくことができるとかね、いろんなものを実現させていくことができるのかなと思います。そんな時小野田さんの動画をさっき見たんですけども、時給7万円男のね暴露みたいな感じで、確かに数年前小野田さんは時給7万円男っていうネタを作って、私もそれをねすごく楽しみにしてました。例えば山田さんとのアフィリエイトと転売どっちがいいんだみたいなやり取りとかね。でもあれってすごいですよね。過去のそういったやったことが未だにね利息をつけて未だに使えるっていうのはもう本当にねいいことをしてきた足跡そのものだったと思うんですよ。で昔詐欺をやっちゃったとかね、騙してプロモーションやってお金だけもらってで大したことをやらずにドロンと消えちゃったっていうことがもしあるとしたらね、それは何を生むかっていうと未だに、まあ、表の世界に出れないってことだと思うんですよ。それがオリンピックでは象徴的にね、昔やったことのその過去からの復讐っていうんですか、その時は良かったけども、それがねこういうふうにいろんな形で自分の人生を塞いでいくってことにだん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 年齢を帯びると気づいていくんだろうなと思うんですよ。それがまあ50代とか60代の覚悟になってくるかなと思いましたね。そしてたくさんの作業の中から私は工夫をしてきました。話戻しますけどね、で工夫の中で私が考えたのは、カメラ転売をそのまま応用してブランド物転売っていうのをやってみたんですよ。これもまあまあうまくいきました。ブランド物をバラバラで買ってきて、それをね財布とキーケースとかね、時計と帽子とかね、それから上から下までのアパレルとかって組み合わせて、例えばバーバリー一式みたいなのを作るわけですよ。そうなると
どれの仕入れ値とどれが倍か、要するに利ざやが分かりにくくなるんですよね。まとめていくらみたいな感じですから。しかも単体で探すよりもこっちでコーディネートしてあるんで、ちょっと割高でもね、納得感とか安心感を持って買っていただけるってことがあります。でそれを結構ね、カメラ転売から学んだあのブランド物転売っていうことでね、私活用しました。通常ブランド物っていうのは仕入れてきたものをプラスアルファして、ただそのまま右から左に売るって感じですけども、私の場合はカメラ転売小野沢さんの手法を真似して、撮影とかね、それからキャッチコピー、説明文ですよね、説明文にストーリーを入れたりとかね、それからやっぱり組み合わせですよね。どんな組み合わせだったら人は、あ、このコーディネートいいなって言って欲しくなるか、そしてそのコーディネートと同じようにブランド物を手に入れようと思うと、すでにブランド物っていうのは販売期間が終わってると入手がものすごく難しかったり、単体で手に入れようと思ったらそれこそ割高になったりするところがあってね、私のコーディネートしたものっていうのは結構受けたんですよね。特に一番受けたのは、上から下までっていうよりも財布とキーケース、財布と小銭、この組み合わせで時には3点セットでっていうのもあったりとかね、結構面白かったですね。そうやって楽しむことが、ビジネスをやりながら楽しめることが非常にね、私たちがやっているビジネスの本当に自由度であり楽しさだと思います。ビジネス、あのサラリーマンでもできるんですけども、サラリーマンはいろんな枠組みがあって、自分の発想が柔軟にあっても型にはめないところが、はめないといけないところがあってね、不自由だったりもするんですよね。その代わり不自由と引き換えに一定の安定は手に入れられるってことがあると思いますけどね。でやっぱりこういろんなことを上手になろうかなと思ったら、私はね、上手な人から学ぶ、上手な人から真似るっていうのがすごく大事だと思います。で、あの私の場合はその人になりきるっていうことをいつもね意識してます。私がカメラ転売塾をやった時も、あの小野田さんになりきってね、小野田さんだったらどんなアプローチするかなとか、どんな姿で写真撮るかなとか、でどんな物腰の柔らかさでいくかな、どんなスタイルでいくかな、格好でいくかな、スーツなのかな、 T シャツなのかなみたいなことをね、想像しながらやりました。まあ一致してるとはなかなか思えないんですけども、私なりにいわゆる小野田さんのコスプレをしたんですよ。で小野田さんになりきることによって、私は広島でカメラ転売塾、小野田と式カメラスクール広島校みたいな感じでね、まさに、なりきっていって、時には小野田さんの方に、まあ、紹介を流したりとかね、小野田さんに直接教わった方がいいよみたいなことを言ってみたりとかね、それからまあ、あの私の特徴っていうのは最初からカメラ1個プレゼントだよみたいなところだったりして、ちょっとだけ自分なりのスパイス、オリジナリティをつけたかなっていうところですね。そしてですね、よくねパクるって言いますけども、実はねその正確にコピーできる、正確にパクっていくこと、モノマネをするってことは、これはこれでね独自性なんだと思うんですよね。ほとんどの人がなんとなく真似てるけどなりきれないっていうかね、ちょっと全然違うやみたいなことをやってるんですよ。だから中途半端でうまくいかないことがあると思います。でも丸々コピー、再現度の高いコピーはそれだけでもオリジナリティがあるというふうに私は考えてますんで、例えばね、最近で言ったらジャッキーちゃんっていうねお笑い芸人がいるんですけども、ジャッキーチェンのねモノマネむちゃくちゃ上手なんですよ、ね、でもどこか違う、ジャッキーちゃんっていうね、名前で顔表情も似てるんだけど違うんですよ。でも真似てるところはものすごく一緒、それはね本当すごいなと。だからそのアンバランスさっていうか、そのバランスが人気の秘密なんですよね。ジャッキーちゃんっていう方はずっと目の出ないお笑い芸人だったと思います。多分ね今ね50代ぐらいなんだと思うんですよ。で50代まで全然知られていなかったんですけども、自分のお笑いがずっと受けなかったのを、待てよと、俺ジャッキーチェンに似てるからジャッキーちゃんという名前でやってみたらどうかなっていうことをやってみたら花開いたんですよね。でもともと体を鍛えるのが好きだったこととジャッキーチェンが好きだったんで、芸人は使わなかったけども、ずっと趣味で体を鍛えてるモノマネやってたのがそのまま生きたって感じですよね。でもこのジャッキーちゃんは多分最初からジャッキーチェンのモノマネでスタートしてないんですよ。多分もっともっと自分の表現したいものがあって、それをやったんだけども社会とのミスマッチがあって、でそのうちに見えてきたんですよ。社会が求めているものをやれば絶対に受けるなと。でも自分がやりたいことをやったら社会と一致するかどうかっていうのは、これ運任せだなっていうね、そういうふうに思ったんじゃないかなと思うんですよ。これは林修さんが分析したことなんですけども、人から求められることは必然、自分がやりたいことは偶然って言ってたんですよ。だから私はね、今はこうやって隠居暮らしって自分の好きなようにやってますけども、もともとは
ニーズに合ったビジネスばかりを考えて、それをどん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 ね、市場に投下してたような気がします。だからそれが3年間で1億円以上の売り上げを作ったんだろうなっていうのは、それは今でも疑いようのないことだと思いますね。当時本当にものすごくね、人に求められていました。まあ今はね、有頂天になってるわけではないんですけども、自分のフリースタイルが気に入ってくださる方、ぜひお付き合いしましょうっていう形なんで、濃い関係はできるんですけども、人数は減りましたね。だからそれではまあいいとは思うんですけどもね、私もこれから家族がメインになってきますから、熟成さんが家族っていう概念はちょっとね、失わないんですけども薄れつつあるかなってところがあります。その代わり熟成という非常に大切な財産に対して一人一人をピックアップしながらね、成功に導いていきたいっていうのはまあ一緒なんですよ、うん、まあまあいろいろと話しましたけども、私は隠居暮らしをして何をしてるかっていうと、自分の内側をもっともっと探求したいなと思ってるんですよね。それこそ神社仏閣を回って自分の精神を覗いてみたりとか、自分のことを無視してね、誰かのために何かをやってみるってことをフォーカスしてみたりとか、でお金の全くない人ね、即家塾っていうもの、塾もお金がかかるんですよ。30万円でもこれを30年ローンでも払いますよってやって間口を広げたのと同時に、頭金3万円っていう設定してるんですよね。で残り27万を30年のうちに稼いだら払ってくださいねみたいな、ゆるくしてるんですけども、でも頭金の3万すらない人、こういう人もちょっとね、付き合ってみようかなって感じで、頭金の3万円も交渉次第によっては買えますよみたいな感じすると、じゃあ頭金1000円で、あとは月間500円ぐらいでよろしいでしょうかみたいなことも来るんですよ。通常でしたらこんな口頭向けなのは NG ですけども、どうぞそうしましょうって、500円払ってるうちに稼げるようになったら値段変えていけばいいんじゃないですかみたいなことをね、お話しながらやってるんですよ。あと計画には計画通りにいかなかったことっていうのもつきものだと思いますから、もし途中で経済的に厳しくなって月に500円だろうと1000円だろうとどうしても払えなくなったら、それはね、計画の変更してくださいねっていうふうに事前にお話しすることにしてます。で途中から払わなくなった人もいますけども、それも込みでね、私の結果だと思うんですよ。ずっとね、満足いくぐらいに稼がすことができていれば、多分支払いが滞ることはないんですけども、やっぱり何かね、行動ができなかったりとか、なんとなく違うなってことで支払いがどんどんね、滞っていくっていうのは私のまあ力のなさでありご縁の薄さだと思いますので、それはもう仕方がないかなと思いますよね、うん。まあ、そういうことを考えながら今もね、自分の内側に対して自分には何ができるだろうかとかね、自分はこれから新しいね、どんな能力を身につけていくんだ、何を勉強していけばいいんだろうかとかね、本当にそういうふうに自分に内側に問いかけて、でそれを一つずつ試していくっていう感じですかね。ちょっと失礼します。あ、今20分ぐらい喋っちゃいましたね。でサラリーマンとネットビジネス、これの善悪についてですけども、私はね、サラリーマンなんてつまらないからネットビジネスやろうよっていう発想はあんまりないんですよ。実はサラリーマンも結構楽しかったんですよね、苦しいながらも。で収入のすごい少ない仕事でしたけども、で作業は莫大あって、月間でね、これ冗談じゃないですけども、月間で200時間以内に残業時間を抑えようっていうのが現場のミッションだったんですよ。でなんとか200時間以内に収めて、100時間はもうね絶対あるよねって感じだったんですよね。でですから私がサラリーマンでやってた時に、まあ大手ね、食品メーカーの方が65時間のオーバータイムで残業でですね、過労自殺しちゃったんですよ。で俺たちは何なんだよと思いましたよね。どんなに効率よく働いてる人でも、残業、サービス残業100時間が毎月あって、で私みたいにちょっとだらけてるやつはね、200時間の残業時間を簡単に突破してしまうみたいなねそれこそ会社とともに自分の人生があるみたいな感じだったんですけども、結構それでもね、みんなでワイワイやりながら会社に残って、会社の商品食いながらね、なんか楽しかった覚えがありますね。でそうやって会社の商品食べながら新しい商品開発のアイデアって結構出てくるんでね、私はスーパーだったんで食品を主に扱ってましたから、なんかそういう風な会社のものをね、盗み食いしてる間にいろんな商品が出たなっていう風なことを思いましたね、うん。でそのサラリーマンとネットビジネスなんですけども、やっぱりね、私たちみたいな商売っていうのはサラリーマンがまだね、多数派でいるうちは成り立っていくと思うんですよ。でサラリーマンがみんな独立起業しちゃうと、ちょっと考え方とか切り口を変えていかないとなかなか難しいかなっていう気はするんですよね。で今サラリーマンの労働時間と収入、そして私たちのようなネットビジネスをやってる人の作業と収入、この相対速度が私たちの利益をさらにね、倍速化させてると思うんですよ。で多くの方がやっぱり毎日
決まった作業をして決まった仕事をして自分の意にそぐわないこともその中に含まれていてっていうのがあります。言ってみれば情報を扱うってことはその上積みをねちょっといただいてるようなもんなんですよ。そうやって忙しい人が自分でいろいろと調べることができない、情報収集ができないところに私たちみたいな時間がたくさんあっていろんな情報をね収集して必要なもんだけど抽出してでトリミングしてはいどうぞって届けるようなことができるのかなと思いますんで、基本的には情報商売っていうのは暇じゃないとできなかったり、ネットビジネスっていうのは時間が莫大ないと最初の数こなしましょうっていうのができないんですよね。私がサラリーマンやってたら多分ね数こなせるかどうかちょっと難しいと思います。ただ私は店の経営を1日16時間やりながらサイトを1万個作ったんでできないことはないかと思いますけど、その辺は私はね奇跡の力を持ってたんだと思うんですよ。平凡な人間じゃなくて特別なところがあったんですよねきっとねだからこれを真似ろっていうのはあまりにもちょっと酷な話なんで、いや俺はやったけどほとんどの人できないよねこれはっていうふうに、自分にできて他の人にできないこと、自分にできたからみんなにできることもちゃんと見分けて分けていかないといけないかなと思います。ある一つのね一部の特別な人を持ってきてこんな風になりましょうって言ってもそれはちょっとね何々さんだからできるんでしょってことになっちゃいますから、だから私は一人一人の立場にあってその人が楽しみながら継続できるものを見つけていくのが、まあ、最初の第一歩の私のコンサルなんだろうなと思いますね。そしてその第一歩が終われば大体もうやることはなくなるって、どんなスクール買ってもどんな情報商材買ってもうまくいくようになっちゃうんでね、それでいいかなと思ってますけどね、うん、でなんていうのかな、今その不安とか不満っていうのは私もないですね。あの不安とか不満とかね欲望っていうものが生まれたらその日のうちに解消するようにしてるんですよ。欲しいものがあったら買ってみる、やりたいことがあったら試してみる、なんかね不満とか不安っていうのはそれを解消できないからずっと続くわけであって、じゃあ不安が訪れました、じゃあ不安を消す要素はこの世の中に探せば情報いっぱいあるんで、じゃあ不安を消す要素を買ってきた持ってきた、それでいいわけなんですよね。でそれを繰り返すことによって今日の不安は今日消える、今日の不満は今日消えるというね、フラストレーションのない形をとってます。で私今子供が生まれて結構ね日中はねべったりしてるんですよ。ですんで他のことほとんどできません。ですんでこうやってね深夜に起きて自分のやることをしっかりとやってってことをやってますけども、これもおかげさんで私はねショートスリーパーみたいであんまり寝なくても大丈夫なんですよね。もともとこう2時間3時間寝たらもう目がパチッと開いてねまたアクティブに動けると。だからまあスーパーのね鮮魚売り場って言って早朝の仕事もできたんですよね。もう朝6時には市場に行ってましたからねだからそういう暮らしをしてると、なんかその朝早起きとかショートスリープが向かなくて退場していく人がいて、その中で生き残ってきてるわけなんでね、まあ私はこの道が向いてるなと思うんですよ。その1日24時間をフルに使ってね、睡眠時間3、4時間で20時間ぐらいはガッツリやると。ただそれも睡眠時間を24時間のうちにどこに持ってくるかってことが選べないと多分無理だと思うんですよね。で私日中ね眠くなるんで車とかでも運転するときでも眠くなるんで脇に止めてねちょっと20分ぐらい寝るんですよ。そうやっても誰にも迷惑がかかんないんで多分深夜でも起きてられると思うんですよね。これが日中は一切寝ることが許されないとかやることが決まっているってなっちゃうと深夜の時間は体をね